グッディプーレイ。見てよ、まずエメラルドがね。さあ皆さん注目ですよ。どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。ちょっとね、部屋のレイアウトを変えたがためにすげえ声響いちゃってるんですけど、こうやってねちょこちょこねレイアウト変えてね気分を変えていかないといけないと思ったけど、まあ綺麗にはなったんですよ。めっちゃ部屋綺麗になったんだけど、まあなんかまた対処方法を考えたいと思います。まあしばらくお付き合いください。それでは本日もやってまいりまーす。ショータイムね、私は前回の動画で村の英雄に、なることができました。本当にね、マイクラ史上一番楽しいイベントでしたね。冷や汗は各種もう大変、もう、まあ、しかしすげえ楽しいイベントだったんだ。ぜひ皆さんもやっていただきたい。あ、見てください、今。ほら。村の英雄って、村から出ると、ほらほらほら、効果がどん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 なくなっちゃうんですよ。で、戻ると、また復活するみたいな。つまりって言って、お前、これ右クリックで取れるって噂が、あ、取れた。これまたなるの言って、ベリーを取るだけ取って、ベリーの木だけを置いといてみたいなことなのかな。JE の方では、キツネがいるらしいね。で、このベリーを食べるらしい。統合版にはキツネいないのかな。あ、待って、あいつ、くっそ。よっしゃー。はい、ちゅうことでね、今日ね、この村の英雄のエンチあるじゃないですか。これが、ちょっと戻って、また帰ってきたら復活しているのかっていうことで、まあ、1回でも襲撃から守った村の人たちは、もしかしたら、ずっと交易が安いままなんじゃないかという、ことなんだね、ほら。ね、セールしてるのよ。そういうわけで、まあ、一旦帰るか。ここの村、まあ、また戻ってきますわ。どうにかしてね。アイテムの整理しましょう。ね、昨日戦った成果をですねきっちり皆様と共有してね、行きましょう。近いな、おい。普通に近いな。入ります。やべ、怖え怖え。はい、帰ってまいりました。いやー、今回は有意義な旅だったよ、本当に。植えとこうか、ここに。あ、植えれるわ、ほら。3、4、5。あ、ここも植えとこう。どこにでも植えれるし、水なくてもいけるみたいなことらしいんだよね。見てよ、まずエメラルドがね、57個手に入ってんのよ。エメラルド手に入りすぎだし、これか？見て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 。トーテム5つですからね。サドル？サドルも5つ。なので、めちゃくちゃいい。で、あ、エンチャントはこんな感じでしたね、エンチャン本は。防火さん、鋭ささん、まあ微妙ですよね。良くもなく悪くもなくみたいな。まあ他のアイテムは高々知れております。まあ鉄も手に入りましたし、あれですけど、あの子たちが落とすのは、スノクロスボウとか、こういう鉄の、斧とか、なんかその辺の、装備だったので、落とす装備に関しては大したことはないという感じっすね。あ、夜だ。実家で寝るか。うん。おいっす。でね、邪悪な村人の旗ゲットしてきたから、飾っとくわ。邪悪だね。めっちゃ邪悪だね。嫌いじゃないけどね、私これ。はい。特殊なね、旗なのでね、こうやって立てときたいと思います。トーテム使ってなんか面白いことできないですかね。サドルつけるか、他の馬に。馬とかなんかその辺の。うわ、やべえ、ラマとか。お前何してんの、マジで。そこ湧く予定じゃなかったんだけど。まあでも火薬ありがたいから。このね、農民さんに関してもね、一つ情報をいただいてるんですが、それについてはまた今度ねお伝えしたいと思います。サドルをね消費するぞよ。5つ今持ってるでしょ。おお、引っかかってたでしょ絶対ね。え、あ、ほら、懐いた。おお、これ新しい仲間ね。こうしとくわ。いた。ラマ仲いいね、2人絶対。なんか一緒にいるよね。そうだよね、カーペットなんだよね。これ懐いてはいるの。え、乗れるんだけど乗れないよ。こっち乗れるんだけどね、こっち乗れないよ。なんで。おや、お馬さん懐いているの、それともまあ、懐いてないわ。まあ、懐いてください。あ、懐くの早い。うら、おっせえ。あ、白いラマがまた別にいた。あ、おせえ。あ、これはでも元々の仲間ですね。で、まだね、馬がね、結構残ってんだよな。ここはもう牧場でいいかも。いた。この白ラマは乗れない。あ、白ラマが結構乗れないんだな。あとサドル1個あるぞ。まだあった。君だ。もしかしたら強い可能性がある。強いというか早い。あ、なんかちょっと早いな。すでにこう、なんていうの、この段階で早いもん。そしてなかなか懐かない。これは期待が持てるぞ。想像以上に懐かないな。あ、懐いた。早いぞ多分。やばい。え、これ待って、え、最速じゃね？うちのイノちゃんより早いんじゃないか。あ、こっちにもラマがいる。これは多分乗れるんだな。茶色は、茶色は乗れんだよな。え、なんでなの？うちのでもイノちゃんと変わんねえかな、スピード。よし、イノちゃん行くか。あ、変わんねえな。イノちゃんも早いな、これ。よいしょ。うん、イノちゃんももう放牧するわ。自由に歩き回っててくれ。ではサドルの消費もできたところで、どうだ？お、育ってますね。これコップでいけんのかな？いけるわな、そら。取る、取れるのは3つ取れるのか。2回成長するんだね。いくよ。12、ほら2回成長するんだよ。ベリーができて、あ、1個目ベリーができた。これでも一応取れるは取れるけど、取れるのが2個なんだな。あ、てかこれ危ないのか。彼らが傷つく可能性があるのか。見て、地味に骨粉が増えてる。で、ちゃんとこっちにも昆布が流れてきてるから、機械的には成功してるね。そうだな、ガラスとハーフブロックは多分あるから、持ってね、トンネルを作りがてら、またあの村に戻って、あ、いや、そうだね、村の英雄のエンちゃんとかまたつくのか確かめたいと思います。ご覧ください。これが上級者の移動方法。危ねえ。ガラス落ちたな今。これでいいんだよな。本日のマグラジを参りたいと思います。そうだよね、みんなまだだよね。全然わかんない。私もようやくちょっと全貌がつかめてきたみたいなとこありますよね。巨大ネームシャカリさん、ストーンカッターよく見てください。石一つで一つの階段ができますよ。コスト安い。そうなんだよね。結局ストーンカッターって何なんだよ。なんか作業台の劣化版じゃねえかと思ってたんだけど、少ない数で、できるってことなんですよね。これだからちょっと後で試したいと思います。以前いただいたレコード、さやかさん、ありがとうございます。令和プレイバージョンにしてくださいました。マグクラ、YouTube、スーパーマグロ。もう大丈夫かなこれは。もうマグニマグニーカス。いや、ちょっと待って、兄弟ネーム鶴山草原さん、ベッドないのに就職してる人は以前交易した人でござる。あ、なるほど。いや、でもそう言われるとそうなのかもしれない。よっしゃ、来た。そうやろ。くら、どこ潰されたん？なんだよお前、欲しかったの？ありがとうございます本当に。手持ちのハーフブロック全部置けるぐらいはいけるわ。ちょっと待ってね、お付き合いくださいね。これ、このあとね、あの村戻ってね、村の英雄がね、付与されるかされないか、それがね今回の動画ですから。いや、結構大事だよな。果たして、村の英雄は永遠に付与されるのかどうか、非常に悩ましげな問題ではありますよね皆さん。もう間違いまくる。はい、置けるだけ全部置いたぞ。まだね、丸石も足りないし、石のハーフブロックも足りないってとこですね。言うてでも石のハーフブロックはあともうちょっとだな。次必要なの丸石とガラスだから、砂取りに行ったりとかしないといけないですね。では皆さん、ついに、めちゃめちゃ草生える。さあ皆さん、それでは、うわ、見て見て、あ、草生える。あ、めちゃめちゃ。それでは皆さん、運命の瞬間がやってまいりました。草、夜か。寝てから行きますか。そうだよね。あはおやす。やべえ。おお。すげえうぜえ、こいつ。まあでもね、父親というものはね、もうそういう脅威からね、子を守ること。もうそれがね、何よりのね、役割。さあ、皆さん、注目ですよ。村の英雄のエンチャントがまた復活するのでしょうか。おいお前ら、もう俺は英雄じゃないっていうのか。さあ、今日の晩ご飯何にしよっかな。おい、あ、なんかうるさいやつ来とるけども、もう俺は英雄じゃないっていうのか。あんなに戦わせておいてよ。今日も石臼がいい感じですね。なあ、言ってるけど違う？その具合でも見るかな。ちくしょう、俺はもう英雄じゃ。家に入れ、帰れ早く。もうゾンビ来てるぞ。もうなんでゾンビの声したん？どこからゾンビの声したんだよ。ああ、ニート、お前平成から抜け出すことができたのか。だったなあ、ムロちゃんと思ったし。平成から抜け出すのかお前。違うよ、ゾンビ探してんだ俺今。下っすか？あらららら、なるほどね。そういうことね。待てよ、村の下にエンドポータルねって言ってたじゃねえかよ。エンドエさんまた見つかっちゃったっつって。ありゃまあ、俺どっから来たのこれ。ほんで私こっから来たの俺。じゃあちょっとストーンカッターで遊んでみよう。ハーフブロックを作るのに、この石がいくつ減るのか。いくよ。1個から2個できる。で、一旦この石レンガを経由せずとも石レンガハーフブロックが作れるのかどうか。作れるんだね。石レンガブロックを経由せずともこの辺のやつも作れるのかっていうことんですが、あ、作れるんだな、作れるんだな。で、階段です。これ問題は階段。階段をで1個作りますよ。何こっちの階段。何 ?1 個で作れたよ。いやまあでもほんとよくできてるな。はい。まあ今回もだからこうアップで言うとちょっと透けてる。もう見えとるなおいこれ。はい、そんなわけでね、本日はこの辺りで終了でございます。まったりとさせていただきましたが、一回村から出ることによって村の英雄のエンチャント消えちゃうよということがこれで判明いたしました。そんな便利なもんじゃないわ。だから例えばさ、俺思ってたのはこれ続いて効力が続くんであればさ、自分の村で襲撃をあえて起こさせてさ、で、安く攻撃をできる村っていうのを置いておけば後々いいんじゃねえのって思っただけなんですが、まあ、それはダメだったということになりました。じゃあ皆さんまた、次の動画そして配信でお会いいたしましょう。では本日誕生日の兄弟たちをおめでとうございます。そして皆さんまた会いましょう。バイほな。